それでは、この曲をお送りしたいと思います。はい、松たか子さんでレッドイト号ありのままでユーストリームご注目ください。けけだ。 さんのレッドイットゴありのままでお送りいたしましたニュ、はい、ーストリーもご覧いただいた方はですね、えー、2倍楽しめたと思いますちょっと楽しめるものがあったと思いますよはい,はい。はい、サッシーという方 MBC のサッシーがですね、えー

不定期の人気コーナー、タックオの壺。いやー、盛り上がりましたね。三沢 <laughs> さん、何ですか、そのティアラは。はティアラが落とし物であったので。で落とし物が。<laughs> 習得物には。あれ、<laughs> はい。なんか誰か投げてった,みたいで。誰が、なんか、なんか氷が似合うな、うそのティアラはでね。ラね <laughs> はい、ではですね、<laughs> はい、不定期の人気コーナー、タックオの壺でございます。まずは。 野口さん三坂さん大吾さん山崎さん米沢さん小雪愛がお疲れ様ですといただいておますなんでみんなスタッフの名前が分かってるんですかこの人我々が寒い寒いと言ってる間 <laughs>、はい、スタッフのラッパ君がヨロン,ヨロン島にいってるんですよヨロ,ヨロン島にいってるんですよああヨロン島でも青た聞けるんですねなんでヨロンにいるの君は君野口さんのプロレスネタと大吾さんの笑い声がこんなところで聞けるとは ところで鹿児島は寒いですかねまた明日から冷るみたいよヨロン島では私半袖ですが二十五日に帰ると寒いですよねめっちゃ半袖ですもん写真がほらこれうちのバイトのラッパくんです,ですいやもうバイト帳に昇格しましたからねバイト帳がヨロン島に部派の人間には仕事をさせてですね <laughs> そうですよ これだってまだ教そうなべってないですけどね。い確かに、えーはい。金の雨が降るぞぐらいしか言ってないですけどもね。ちょっとかっこいい写真は。えー、あえて狙ったでしょうね。こうまだこ,これも誰か後輩使って、<え>俺が岩壁に立つからお前ちょっと立っ,、ね、ってくれみたいなですね。のーはーい。よろん島の皆さん、おはようタクシーです,す。よかった。よかったよかった。高くてよかった。ラジオネームにものという方からいただいてます。<laughs> なんでそのラジオネーム。にたなにもの。煮物煮物作ってんでしょうかね。 母が週刊誌を読んでいました突然ねえこの人って野口多幸じゃないけど言い出したのです週刊誌に母が指差していたのは某アイドルグループ A の松本 J さんでした <laughs> やめてこれは何かの兆候なのでしょうかすぐにテレフォン人生相談に電話すべきなのでしょうかもう山本リンダみたいにどうにも止まらないので一言言わせてください松平さん え物さんもなかなかですね <laughs>、煮物さんもなかなかあ親子だなって感じがしますけどもね、あ,<ー>ありがとうございます、お母さんに言っててください、間違ってませんよというふうにお伝えください。間違ってますよってね、間違ってませんよってお母さんにお伝えください。たく <laughs> ちゃん、りんりん、ブルーライトサルゴリラチンパンジーだよ、ブルーライトサルゴリラチンパンジーだよ。<laughs> あんまり上手に言えた試しがないですよね。い こっちに合わせてほしい、えー、<laughs> ブルーライトサルグリラチンパンジーだよー <laughs> 繰り返し言うからこんにちはりんりんはいあたくちゃんは名前がエンペラーに変わったんですねそうなんですよ高校のエンペラー確か先週はスカイツリーでしたねそうそう,そう,そう <laughs> 自分で言い始めたことですよ、えー、全部ねタコスカイツリーねりんりんはもうそのままでいいんですか変えなくていいんですかりんりんでいいですまたメールします今週もゴリゴリ頑張ってねといただいてますね <laughs> えー、スカイツリーそういう話がありましたね自分で言いましたもんねいやいや,いやもう都市伝説っていう話になってます <laughs> タコスカイツリーねごめんなった坊主さん今日のプレゼントタクちゃんと黒竜丸のセクシーカレンダー希望 <laughs> ちなみにポロリはあるんですか <laughs> ありますよポロリはですね <laughs> タクちゃんと黒,黒竜丸のねえ <laughs> お二人はお忘れかもしれませんが 先週の壺ボンのコーナーで「たくちゃんはスカイツリー」と言ってましたね <laughs> 皆さんよく覚えてらっしゃる大事なことがあった時しか日記をつけない私ですがその日の日記に「たくちゃんはスカイツリー」と書いておきました <laughs> <laughs> 今年もいろいろありましたが今年の締めくくりにふさわしい1ページになりましたとスカイツリー締めということでよかったよかったいい一年の締めになりましたね何がスカイツリーでしたっけバカ野郎 <laughs> 言わずんじゃないよバカ野郎80歳になったら AV 男優さんから頂い,いております ドズバでの豆漬けのカレンダーいただいたワンワンありがとうございました。そうでしたね当選。そうなんですよ八十歳くらい AV 男優さんですねドズバの方でこのカレンダーをゲットしたんですが。でもこのネームじゃなかったですね。えらいこの番組以外では八十歳くらい AV 男優では使えませんよ読まれませんよと言ったところペンネームを八十歳になったらワンワンって言っていただきましたからね <laughs> <laughs> ありがとうございますはいさて今日のテーマ木ですが私 AV 男優も年が明ければ五十歳 ワオン80歳まであと30年となるわけでそろそろ肉体改造から準備に入らないとね記録より記憶に残る AV 男優になるので <laughs> 皆さんへ、えー、まあ記憶には残るでしょう,しょうね80歳デビューですからね記録にも残るじゃないですか <laughs> 残るね,残るねどっちも残るね憎いなあなたどっちもですよどっちもわあ四時になるなるといただいておりましたしんれんさん 私は暗記がダメなので歴史とか苦手だったんです。一個覚えたら応用が利く数学とかは得意だったのですかあ確かに数学は1つの公式を覚えるだけであとは応用すればどうにかなりますからね。記憶数は少ないのかも。覚えとかないと絶対解けない歴史の問題は嫌いでした。確かに。特に江戸幕府の将軍名なんかは今でも分かりません。書類あわれみの例をした将軍名を答えようの問題。皆さん分かりますか 私は分からず空白で出すよりはと思い答えの欄に家犬と書いたのは懐かしい思い出です家綱吉綱,です綱,綱吉4大が家綱5代が綱吉,綱吉5大ですね綱吉ですねそうです,ですね,ですね綱吉家犬はないですね家犬はないですね、ええ、あの将軍としてのなんかですね <laughs> 強さがない改名、ね、<laughs> したみたいな、えー、イオナズン毛棚さん僕が大好きな記念日が来るっしょ いただきますもうすぐ新日本プロレス1.4東京ドーム大会ですよね1.4といえばピータクさんの結婚記念日でしたよねよく覚えてますねそうですそうですそうですそういう日はなんと私の誕生日でもありますピータクさんと奥さんが愛し合った日に僕は生まれたんだな <laughs> いすいろいろ問題が複雑です、ね、あ,のあなたは35歳なんで、ユナズケダさん、えー。僕と嫁が愛し合った日にはもうすでに生まれてます。えー、とうちが結婚17年なので、はい、あなたが18歳の時です僕と嫁が愛しし合って結婚式をした日はですね。ね、はい、さて、今年の1.4は、レベルが高いけだな入り口に、鐘の雨が降るぞという、けだな入り口に金の雨が降るという話も聞いたことはございません。 タナさんは仕事が忙しくていろいろ戸惑っていらっしゃるんじゃないですかね。ありがとうございました。しね、お誕生日おめでとうございます。葉っぱふみみさんからいただいております。木といえば記入例とありますよね。今週、息子の PTA で配布されたプリントの記入例に赤木春子と書いてありました。赤木春子赤木春子そうです。いさしの誇り。 井上武彦氏の名作スラムダンスのマドンナの名前なんです。スラムダンクあれなんでしたっけ？ダンスっていう。あスラムダンス。スラムダンクの。バスケじゃなくて。バスケじゃなくて。僕はダンスが好きですね。僕はダンスがしたいですってですね。安西先生。安西先生。スラムダンクのマドンナの名前じゃないですか。うちの谷の先生はわざと書いたんでしょうか。突っ込み待ちなのでしょうか。質疑応答のコーナーで先生。 私はルカワくんが好きでしたと言えばいいのか気になってプリントの説明も上の空でそわそわしていましたやっぱり聞けばよかったかな鹿児島の爆笑をおたくちゃんならなんて先生に突っ込みますかいや絶対喜びますね先生突っ込んだら突っ込んだらうん。僕は赤木春江さんのほうが好きだよ、ね、<laughs> <laughs> 僕はスラムダンクの赤木春子さんもいいですが僕は 綿鬼の赤木春江さんの方が好きですうちしか違う <laughs> <laughs> やだ <laughs> やだ,やだ長生きなんかするもんじゃないねって <laughs> <laughs> 僕なら書いたかもしれないですね,ね綿鬼のねありがとうございました来た岡本さんまた来ました岡本さん記憶の岡本さんから来ています岡本さんいつもねありがとうございますね長文ですよこの長文を携帯で売ってらっしゃるからすごいですよねすい長いです またた記憶であったね、はい、ゾンビパトロールの中からちょっとょってますあておかもとやっとんからんな水曜の晩にゾンビンパトロールをしおごったなヨシユキくんが今度の日曜に農業祭りがあるみたいですよちゅうてなもうき記憶では聞かないですけどね <laughs> おいあき美ちゃんリカちゃんヨシユキくんと農業祭りに4人でいたとベブン肉の試食やらあっせえな盛り上がっちゃった。 へよしゆきくんが頑張って育て上げたべぼうおいしく食べてもらえるのは嬉しいですね、うん、おいがちゃんとなおいたっが苦労も報くわるどうちいたこんならリカちゃんが岡本さんやあけみさんの努力がみんなを笑顔にしてるんですね私も嬉しいですちいっくりやったあらよか奥さんですねリカちゃんはね男ね。男岡本ほっぺがぽあそうですか <laughs> <laughs> 男岡本ほっぺがぽ 照れたんですねそれでそのあと4人でされちゃったぎな、ステージでアンパンマンショーが始まっせえなー。4人で見ちょったと。司会のなごんこが、よいかなみんな、お姉さんが、それいけち言ったら、大きな声でアンパンマーンって呼んであげてねーっち言ったと。したなら、あきみちゃんがアンパンマーンちわずかふてこいでおるだわけ。<laughs> あきみちゃんが <laughs> あきみちゃんが。したこんならアンパンマンがデッキせえなー。 明美ちゃんがリカちゃん、見てんアンパンマン、アンパンマン、本物じゃといや顔がふてねえおい、いっと顔と見れち、よろくせえ。<laughs> まあね、あアンパンマン顔が照れますからね。よろくせえ、リカちゃんもうれしそうじゃった、<laughs> 嬉しそうだったのかな。小せいなバイキンマンはできたと。あんた割りことすっどかな、うん <laughs> と。あんた割りことすっどかな、すっど。あ明みちゃんが、わいがうな。 バイキンマイトキミレークラーセックデッチ。ハラたわけシタコンナアンパンマンがデッキッセーなアンパンチョークラーセタ。<laughs> アキミちゃんがジャッジャガジャガジャガヨガガ。まだクラーセンかミンジャバミンジャバヒッパクヒッパランカ。アイタクラカマウボクレヨカッタ。ヨ <laughs> カマウボクレヨカカマウボクレヨおいらおいらだでしょダメでしょ。 よいなこ、アンパンマンがバイキンマンやっちけっせ。子供の死もあケみちゃんもよろくだ。あケみちゃんが、アンパンマン、お前よ決まったが、ほら、らっきょうかめっち、おらべな <laughs> タッパーかららっきょうを出せ。ついに携帯してるんですね。しさこんなら、リカちゃんが、あケみさん、らっきょうの汁が顔についたらアンパンマンは力が出なくなりますよ、ちゅう,うたと。水に濡れちゃダメなんですよ、アンパンマンの顔。 明美ちゃんがええじゃってやリガちゃんが言ったらさまぎゃなか仕方がなかねえよしゆきわがらきょうかめんしラッキう <laughs> よしゆきくんにかませたとよしゆきさん関係ないですよねリガちゃんの一言で <laughs> アンパンマンは一命を取り留めたそうですねアンパンマンがゾンビにワロにもアンパンジョーくらわせくればよかったどんなーっち思たがおちそうねアンパンマンがゾンビにアンパンジョーくらせはさ平和ですよねそれで今日の相談じゃどん あたやな周りにしから目がおとろしち言うでようサングラスをかくようにしたとしたこんなら余計おとろしなったって言われせえな達成が中分け意見すらよかどかえちて相談語はしたこれ本気に相談されすよ <laughs> <laughs> いつものサングラスかけてらっしゃいますもんね岡本さんな<ー>リクエスト中原名子で

さて今日の「宅をのつぼ」のコーナーユースト放送開始が少し早いそうですねこれはもしかしてだけどもし,けもしかしてだけど今年1年の渡人さんのメール傑作集ということでえりすぐりの下ネタを全部読んでユーストリームで発表するんじゃないですかそれと三坂さん先週の日曜日、はい、ニュースを読む姿を拝見しました コメディとニュースの両立は大変でしょうが頑張ってくださいマッパ555よりアルイトでした <laughs> <laughs> あなたですよあなたや渡人さんのせいですよ <laughs> 私がニュースを読みにくくなっているのは、ねはい、いよいよ最後でございます、はい、その渡人さん <laughs> ラジオネーム私は人ではないタクピーリンリンこんちくび鹿児島といえば黒豚としもネタですよね 私は焼酎と下ネタですよね。そうですね。温泉と下ネタが好きですね。ええー、あたいな。あたいは鹿児島ラーメンとか下ネタがおすすめやと。鹿児島県民みんな大好き下ネタ。私は人ではないです。っては本当いてます。 あななるほどなんか聞いたことあるーなあ、ねね、っていうのは違う、はい、違う違うたまたま偶然の一節です、ね、<幻>えー、ええー、なるほど、えー、すいませんここまで言うんですすべてが分かりましたはい「君のスカイツリー私は人ではないです」と頂い,いてますええー、ホはな野口さんお箸でつかめるかなと頂い,いてました <laughs> さて 毎週お,お世話になっているたくぴりんりんに私とプレゼントがありますといただいていますがえ今日はですねこのプレゼントはいろんな事情で読みたくないですね。いいいいろんなねはははということではいっおっぺけぺそれじゃあ最後に中学生レベルの下ネタをくらいメリークリはン今回も皆さんの記憶に残りますように。 プレゼントかまんと頂い,いてました。じゃあ、そのね。ここ、クイズのコーナーですね。はいはいはい。クイズはプレゼント、プレゼントのコーナーですね。はい。はいはいはい、はい。<laughs> もう、そんなん頑張るところじゃない。ここでーす。映ってます。<laughs> はいはいはい。はい、プレゼント、ここでーす。私は人ではないさん、ありがとうございました。はい、よろしかったですか。 以上「タックおのツボでした。